皆さんこんにちは。今日の純烈の現場は渋谷の NHK ホールでのうたコンの観覧です。うたコン自体は生放送になるので、もう10月24日に放送されている形になりまして、だって巡り合えたんだを歌っておりました。アトラックはちょっと別のアーティストの方が歌われてました。でいつも NHK ホールに行くともらうこの NHK からのお知らせ、今回は東京都美術館の案内をもらいました。 NHK ホールは2階席が2階と3階に分かれていて、3階席も3階と4階に分かれています。私は今回3階でした。こちらのハガキは NHK ホールの場合は回収されないので、記念に持って帰ることができます。うたコンはいろんなアーティストの方が出られるのでとっても楽しかったです。